最終日第2レース一般競争インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。わずかにスロー勢1号艇辻、2号艇川村、3号艇鶴本コースタート1周1マーク。インから速攻1号艇辻、2号艇川村が指してまくり差し屋3号艇鶴本バックアウト入りますが先頭ですが、ここは辻が優勢。2番池田123ダッシュ4564からコースタート4号艇の山口剛ですが、その後の伸びはもう一歩でしょうか。1号艇が先手の前に行く3号艇の茅原ですが、1号艇受け止めた、2号艇はターンマークをかすった、4号艇2番出しから浮上、スタートは前提正常でした。1号艇のうち4号艇山口迫っていきダッシュ4565号艇6号艇コースタートを決めています。ただスリット後ですがグッドルテイクではありません。1号艇が先手の前、3号艇中を狙っていく馬場吉也のまくり出し、1号艇に接近です。スタートは前提正常でした。1号艇のうち3号艇馬場のまくり出し入っております。3号艇1号艇と2コース5コースコースアウトは2号艇の郷原、5号艇白石、一種の1枠インから賞金1号艇辻、2号艇郷原刺す、攻めては3号艇の谷村、切り込んでくる5号艇白石、4号艇の那須、6号艇の森ですが、落ち切った先頭1号艇の辻映像、さあ2番手は3号艇4号艇そして内から1番2番3番4番5番6番でスタートしました。インからわずかに覗くのは1号艇辻映像です。角から4号艇も出てきますが、陰線先前体制1号艇辻、差しのハンドルは2号艇清水、間を割ってきた3号艇は届かない、 V は4番と6番でバック側に入りますが、さあここは逃げました。あっという間にリードを取る1号艇辻映像、その後ろ4号艇正木の4番中の人気でした。コースポジション123ダッシュ456優勝戦いくよ。スタートを切りました。インからコースアウト1号艇、ただ2コースが少しへこんでいます。1号艇の辻先前体制、3号艇握ったですが、1号艇グリップはどうか、2コースは刺していった2号艇ウリュウです。さあウリュウが刺していきます。さらに内4号艇桐生、スタートは前提正常でした。逃げ差し争い1号艇の辻、それに内から接近2号艇、さらには4号艇桐生となっています。3艇からも突破争い、後ろ5番3番6番です。1周にマークは前を抑え込んでいく2号艇ウリュウ、1号艇 V 際を狙って差し込む辻映像、辻の刺し切れ出しが入っていった。1号艇2号艇突破争いです。わずかに1号艇辻リード、外2号艇ウリュウ、一定時少々差で追っていきます。そして3番手争いも大混戦模様です。3号艇5号艇競り合っています。レースは2周1マーク、1号艇の辻映像から右手を差した2号艇のウリュウ、ちょっと遅れてしまった。そして3番手争いもつれている、最内くるっと4号艇、さらには5号艇中島も中をついてきます。3番手争いは4号艇の桐生が現在2艇身ぐらいリード、それを追っていく5号艇中島、6号艇の山口、最後方3号艇新田です。レースは2周2マーク、トップ1号艇辻映像、続いて2号艇の瓜生正義、3番手4号艇の桐生純平と回っていきます。上位体系は1番2番4番でいよいよ最終周回に入っていきます。1周バックは逃げ差し争い、2号艇瓜生も届いていました。しかし1号艇辻映像2マーク渾身の差し返しでした。3周1マークトップターン、2号艇の瓜生が続いて3番手4号艇の桐生純平、上位体系は1番2番4番です。さあ SG16 年ぶりの V が見えてまいりました。辻映像、最近の趣味はウクレレということで、あー驚いたの復活劇、年末はアロハミネとウクレレ辻のハワイ風レーサー対決、楽しみにしましょう。ラストコーナー1号艇辻から2号艇のウリュウ、4号艇の桐生と戻ってまいりました。まもなくゴール迎えます。先頭1番辻映像おめでとう、ゴリン、そして2着最後接戦ですが、わずかに2番のウリュウが準優勝、4番桐生3着、その後ろ6番の山口、5番の中島、3番に行ったとゴリン。以上第12レース優勝戦でした。SG 第24回チャレンジカップ最終日、12レース優勝戦が終了となりました。ヒヤリとしたトップ争いだったでしょうか。1着1番、2着2番、3着4番で確定を迎えた状況です。ウリュウ選手が今辻選手に拍手を送ってましたね、はい、刺さってましたよね。刺さってましたね、はい、ただ3着で刺さっていればね、うんでしたけども、はい、あの4番も来てましたからね。そうですね、はい、苦笑いしてますよ、ね、辻選手もう完全に、いや、もう完全にやられたっていうところですからね。ですよね、はい、今前本選手と固い握手そしてこれは完全に苦笑い、インタビューをご覧いただきましょうか。あ、もうちょっと時間かかりますかね。